4年ぶりとなった福岡勢同士の対決。いきなり会場を沸かせたのは、さあスリーポイント崎浜入りました。福岡第一のエース崎浜、さらに崎山がキープし続けて自分で行って、ムザが鳴りながら序盤流れをつかんだのは福岡第一。そして守備でもライバルを圧倒。ここですね、ここ前から行きますね、ボールコートのプレスに行きます。ここで殿下の宝刀ゾーンプレスが炸裂。また2人がかりでいって第一、そしてカットしていく。まさに第一の術中、狙い通り。前半は福岡第一がなんと24点のリード。しかしブロックで始まる福大大堀の反撃が始まる。男子決勝、福岡第一に大量リードを許した福大大堀が執念を見せる。大堀ボール、渡辺レオン。最大31点あった差を着実に縮めていく。しかし福岡第一にはこの男が。崎山に渡った、素早い動き、下がりながらのシュート。最後まで崎浜の勢いは止まらない。最後まで崎山がボールをキープして、ボールを高く投げ上げた。福岡第一高校4年ぶり冬の日本一。見事去年のリベンジを果たした。3年生よく頑張りました。ありがとう。